はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、こちら、待ってました！限定製造の、醸造の復刻特製恵比寿です。現在の恵比寿の原型となった昭和47年当時の熱処理製法を再現しました。アルコール度数 5% で麦芽 100% ビール。つまりこれは生ビールではないんですよ。非加熱、加熱して処理してないってこと。最近、一般的に売られてるとすると、クラシックラガーですね。うん。クラシックラガーと一緒です。120年以上愛され続けているエビスと。最初に発売したのが1890年。そして、こちらが1972年、昭和47年となってます。で、原材料名が、麦芽（括弧外国製造または国内製造（括弧 5% 未満）とホップです。アルコール度数 5%。これちょっと期待ですね。個人的に期待したいところ。ではある。だが。まあ、キリンのラガービールっていうのの、あれですよね。クラシックラガーバージョンね。うん。非熱処理、加熱処理をしてない。だから一般的に生ビールっていうことなんです。生ビールっていうのは加熱処理してない生だから。いわゆるほら、魚介類とかでも加熱処理されてない、ね、生食じゃなくて、加熱して食べてくださいっていうやつと、加熱用と、生食用っていうのがあるのと一緒で。カンピー。あ、これうまいぞ。あ、これは、あ、クラシックラガーですね。うん。ラガービール、キリンのラガービールとクラシックラガーってあるじゃないですか。あれはクラシックラガーはアルコール度数 4.5% なんですよ、確か。で、ラガービールは 5% なんですよ。で、俺は基本的に好きなのラガービールなんですけど、クラシックラガーも、すごい、熱狂的なファンがいる。んですよね。まあ俺基本的にラガー派なんで、あんま飲んでないんですけど。たまに飲むんですよ。これね。すごいね、なんか。なんつうんだろうな。その、長らく、エビス、ビール飲んでませんでした。だいたい1ヶ月間俺がビール立つとするじゃないですか。で、その後に、何でもいいから適当にビール買ってきて、一杯目飲みました。一口目です。あの風味。あの風味が、すごい、麦の、ブワッて、風味。あれですね。それが何度も続いてるタイプです。これすごいな。あの風味って、なぜか一杯目というか一口目が一番なんか、
来るんですよ。風味が、麦の旨味っていうか、風味が、うわー、この、目をつぶるとこの眼下に広がるこの、麦畑みたいな。そんな感じ。まあ見てみましょう。熱処理法、熱処理製法。4月23日発売。で、これは、香りが強いんですけど、かなり、コクがないです。コクがないのに加えて、エビス、まあ、昔のエビス、だからその味だと思ってたんですよ、これは。昔のラベルが変わる前のエビスの味、なんだろうなって俺思ってたんですけど、全く違いますね。端的に言うと、かなり苦味が抑えめです。先ほど飲んだんですけど、前回のこのプレミアムエールに比べてもさらに、苦味が少なめです。かなり、苦味が抑えられてると思う。その代わり香りが、とんでもないですね。ああ、でもやっぱあれだな。コクが全くねえな。現在のエビスビールの原型となった1972年のエビスビールの復刻販売。パッケージデザインは当時のラベルをモチーフに再現と。しっかりと厚みのある味わい。1972年当時の熱処理製法を再現。1971年に、一時休売していたエビスがお客様の声にお応えして復活。翌年味わいにさらに磨きをかけ、現代のエビスの原型となる味へと進化しました。だそうです。ちなみに、1890年には、最初に発売された明治の時代に、発売しました。本格的なドイツタイプの、ビールとして誕生。やっぱあれだね、キレが非常にいいですね。なんていうかな。味の舌に残ってくる感じがほとんどないです。飲んで1秒ぐらいでパッと消えるみたいな感じ。だけど香りがやっぱ明らかにこの、この麦の香りがすごいですね。新鮮ですね。まあでもこれは そうですね。エビスビールなんだけど、コクがあんまりないですね。ほとんどないんで。やっぱ、パッケージ変わる前の方が美味しかったかな。あと苦味もね。パッケージ変わる前は苦味がすごかったんですけど、その苦味も大してなくなってますんで。まあ、そこまであれですね。でもまあ、た方がいいとは思います、これは。使ってる酵母がエビス酵母。
そして、ホップがバイエルン産アロマホップ。そして長期熟成。なんか、お腹いっぱいになってきた。お腹がいっぱいになってきた。まあでも、だから加熱処理されてない、じゃない、加熱処理してあるんですよ。それで、やっぱクラシックの味なんかな、このは。キリンビールのクラシックに、やっぱ似てる感じ。うん。だから、キリンのラガービールとクラシックの違いっていうのは、まあ当然アルコール度数も 0.5% 違うんですけど、味としては、クラシックの方がはるかに苦味が少ないということです。ラガーの方は苦味強いんですよ。で、で、あとラガーの方が、そうですね。ラガーの方が、まあ、コクが少ないのかな？だから、割かし、飲み飽きしないみたいな感じで。で、クラシック、の方はそもそもクラシックの方、でもな、わかんねえな。レビスクラ、クラシックか。クラシックもちょっと買ってきて久々に飲もうかな。キリンクラシックもずっと買ってないもんな。ずっと飲んでないですよ。一年に一回ぐらいしか飲んでないな、多分な。結局ビールって暑いから飲む、だったりするでしょ。特にラガービールとかさ、ピルスナーとかに関してやっぱ暑いから飲む。っていうのは結構あると思うんですけど。あとやっぱまろやかさかな。加熱処理してあるっていうことによってなんかまろやかさが、ある。だから、キリンのラガーは結構荒々しい。シャープなんですよ、味が。なのに対して、やっぱクラシックラガーってのは丸みがあるんですよ、味に。で、味に丸みがあるんで、ぶっちゃけた話、ごくごく、飲むようなもんではなくて、端的に言えばもう冬でも、もう冬常温とかで飲むみたいな。あえて、ね。あえて常温にして飲むみたいな。そんな感じですかね。だからまろやかなんですよ。口当たりがまろやかなんで。だから口当たりがまろやかってことは、ほとんどの苦味自体そもそもあんまない。苦味っていうのは結局のところ、そのシャープ。
シャープさのに比例してますからね、おそらく。うん。だから、まあこれは今限定ですか、これ飲んだ方がいいと思います、絶対。少なくともビール好きな人はまあ飲んだ方がいいと思います、確実に。ただこれをじゃあ果たして俺がずっと買うかっていう話になると、もう俺は多分買わないですね。なぜかっつうと、まあ、ビール自体、そもそも夏ぐらいしかあんまり飲まないっていうのもあるし、で、あと、まろやかな感じ。で、まろやかな感じっていうのは逆に、メリットでもあればデメリットでもあって、まろやかだと、なんていうかな、舌に味覚を感じる時点で、難しいな。まあいいわ。うん、まあ、とりあえず少なくとも言っとく。エビスビールとか嫌いだったらまあ別にいいんですけど、まあ特にキリンのラガービールとか、キリンのクラシックラガー好きな人だったらまあ絶対飲んだ方がいいと思います、これは。うん、で、最悪これと、キリンのラガービール、クラシックラガーとこれ飲み比べる。のも面白い。今度やりましょうかね。ただのエビスと、今売ってる、ただの普通のエビスと、この特製エビス、復刻特製エビスと、キリンの、クラシックラガー。で、さらに言ったらもう、キリンのラガー。ですね。4本まとめて飲み比べる。でもさらに言うとね、こっからまたクソマだみたいなこと言うけど、札幌にもね、あるんじゃねえかこれな。札幌のラガービールってのあるじゃないですか。で、札幌のクラシックってのもあるんですよ。こうなったらな、俺も最近買ったんですけど、これね。北海道限定の札幌クラシックってやつね。これもおそらくクラシックなんで、あ、違うわ。クラシックなのにこれあれなんだ。あ、熱処理されてない。あ、ならいいや。これ熱処理されてねえんだな。クラシックってなんか、あれだと思ったけど、違うんだね。あ、生ビールなんだこれ。あ、知らんかった。でも最近札幌クラシック北海道限定って書いてあるんですけど、そこら辺の、栄え行くと売ってますからね。うん。ちょっとなんか安心したわ。よかった。じゃあ、その4本ですね。だから、非熱処理されてない、加熱処理されてないっていう、ビール。ちょっと飲み比べるっていう。え？あ、札幌のラガービールだ。札幌のラガービール、これ熱処理されてるみたいですね。今まで俺いろいろ飲んできたけど、知らなかった。これだよ。はあ、札幌のラガービール、これあれなんだ。いわゆるクラシックラガー的なあれなんだね。マジかよ。となると、
いや、俺これ、この札幌のラガービールも好きなんですよ、これ。俺。普通に。マジかよ。今でも熱処理しているビールで、現在に至るまで根強いファンから支持を得てます。これね、札幌のラガービールも普通にうめえんですよ。これあれだったんだ。そっか。ラガービールって書いてあるから、普通に生ビールだと思ってたら、これが、生じゃなかった。ということは、逆に言うと、この札幌の、やつは全く逆ということですね。キリンと真逆なんですね。おそらく。そういうことか。となれば、やはりこれになるとさらに追加6本だな。今度やりましょう。札幌のラガービールバーサス、札幌クラシックバーサス、特製エビスバーサス、普通のエビスバーサス、キリンのラガービールバーサス、キリンのクラシックラガー。これやりましょう。6本。さすがにもう6本飲めねえんじゃねえか。6本きついな、やっぱ。あ、そうなんだね。札幌のラガービールってあれなんだ。しかもアルコール度数 5% ですからね。まあ、いわゆるこの札幌のラガービールっていうのは、赤星っていう、星マークが、赤い星マークがついてるのがトレードマークなんですけど。これ俺好きなんですよ、このラガービール。札幌の、札幌だと、このラガービール、この赤星っていうのすげえ好きなんですよ。へぇ、それなのに俺知らなかったんだな。これぞにわかですね。逆にこのクラシックっていう、北海道のやつが、熱処理されてる生ビールっていうね。かぁ。これは知らなかったわ。一つちょっと勉強になりましたね。ああ、札幌とキリンだと真逆だっていうことです。ああ、面白かった。今日はちょっと俺勉強になったわ。今度やろ。来月あたりやっとこう。とりあえずこのエビスがこれ限定なんで、俺さっさと多分1ヶ月ぐらいでなくなりますんでね。100%。これ4月の24日、23日発売でしょ?これ。うん。だから、5月の23日になったら、ほとんど、消えたと見た方がいいです。これは。限定系はね、まあ、酒屋とかすげえ種類が置いてある酒屋だったら別なんですけど、確実にスーパーからはこの、エビスビールは存在しなくなると思った方がいい。まあ、期間限定つって、俺もいろいろ飲んできたけど、間違いないですね、これは。ということで、今日はね、面白かった。うん。僕ね、あんまないです。うん、苦味も、まあ、そこまでないですね。うん。香りは、非常に強いです。これは。買いかって言われると、買いかって言われると、まあ、俺、ここ一本飲んだからもう一本ぐらいでいいかなと思う。一本ぐらいでいいと思う。2、3、5、3です。ご視聴ありがとうございました。